はい、どうも酒井です。昨日ね、配信見てくれた方ありがとうございました。というわけでね、今回なんですけれども、昨日ちょっとできなかったこの養老ボックスに、昨日言ってたスピーディフィーっていうアプリをね、まあ入れることに成功したので、ちょっとそれをね紹介していきたいと思います。これね、この方法なんですけれども、養老ライブっていうこの養老ボックスの会社のですね、アレックスチェンさんという方がですね、わざわざツイッターでダイレクトメールを送ってきてくれてですね、まあ公式じゃないけどこんな方法ありますよみたいな感じで、ボンディングの仕方で、まあ私にこうスピーディフィーのね、アプリを教えてくれて、まあそれがきっかけでこうスピーディフィーっていうのを知るきっかけになったんですけれども、これね、ちょっと概要欄に、YouTube のリンクを貼っておくんですけれども、このアーロン・パレッティさんですかね、の動画をつかみまして、まあヨーロボックスってね、Android OS なんですね。で、Android OS なので、まあ、Android アプリなら入ると。で、ヨーロボックスのアプリの、プレイストアじゃないね、パッケージをこう、使うことで、ヨーロボックスにそのスピーディフィーを入れるっていう。で、それを入れるために、そのアプリドロワーっていうね、このアプリをこう、そもそもこう選択するものも、このヨーロボックスっていうのはないので、まあ、それを入れるみたいな感じですね。はい、というわけでですね、こんな感じで、アプリを入れた養老ボックスがこちらになります。ここにね、ちょっとなんかにじみみたいなのあるの分かります？これはあの液晶保護フィルム の、 あの空気とかじゃなくて、ここがですね、アプリのドロワーのところですね。で、ここに今ちっちゃい鍵があるの分かりますかね。これがですね、実はこの、スピーディフィーで VPN 使って、まあ、ボンディングしてますよアイコンだと思います。でね、まあ、アプリのインストールの方法とかは概要欄のね、 YouTube の、アーロンさんの動画を参考にしてもらえばと思います。本当に丁寧にご説明されているので、私がいちいちやるよりも、映ってる通りにね、やっていけば全然できますのでね。必要なものはね、 Google アカウントと、まあ、Google ドライブですね。それがあれば問題ないです。で、まあ実際ね、こうアプリをドロワーをこう開くと、まあこんな感じになるんですね。で、よいしょ、まあこの中でね、インストールしたこのスピーディフィっていうがありまして、まあ、ここをこうやると、まあ、こんな感じで今 Wi-Fi だけつながってるので、まあ、Wi-Fi が使えるという感じです。ここにまあ LAN を挿していきましょうかね。それでね、しばらくすると入ってましてね、こうイーサネットってことで、ここで、昨日の配信で見せたようにですね、2つの回線が自動的に使えるようになります。これでまあスタートストリーミングテストっていうのをしますと、まあ、めちゃくちゃね、早く、まあ、これ見てわかるようにイーサネットと Wi-Fi が、複数使われていることが分かりますね。おそらくヨーロボックスは、Wi-Fi あれなんですよ、ギガビットじゃないんですね。100ベースなんで、そんなに、ね、有線 LAN の速度が、ね、出ない問題がちょっとあるんですけれども、まあ、とりあえず2つやって、まあ、60メガぐらいいけて、まあ、こんな感じで、ね、4K の 60p の配信も全然いけますよみたいな、テスト結果が、表示されています。で、この状態ですね、このスピーディフィーをオンにした状態で、またアプリドロワーを開いてですね、この養老ライブのアプリを起動しまして、あとはね、普通にこう、クリエイトライブストリームとかにして、まあこんな感じでね、定数ととか、適当に打って、まあ配信をすればいいわけなんですけれども、これね、ちょっと、問題があってですね、例えばこれでライブをしている状況、ライブをしている状況でですね、これまたアプリドロワーをね、例えばちょっとやってみようかな。はい、これは Windows のね、もうディスプレイなんですけどね、これをまたちょっと今 Go ライブとします。で、まあ、Are you ready to start live stream? OK ということで、無事ね、こう今ボンディングされて、結構テスト的にめちゃくちゃ高いビットレートでね、今マックスの8メガでやってるんですけど、全然問題なく、フットロップフレームすることもなく、配信が行われているのがわかると思います。ただこの状態でですね、今ちょっと問題になってるのが、これアプリドロワーを、開いてしまう、ね、でもう一回、あーやべやべって言って戻ろうとすると、ここになっちゃうんですよ。で、まあ、これを押して戻ればいいんですけど、
これ配信が終わってるんですよね。で、なんか HDMI もなんか遅いのかな、まあでも言ってるのか。でこれでまた Go Live ってやると、なんかね、ここでこうね、もう送られなくなるんですよ。こんな感じで、ただこの裏でね、この500今4キロバイト秒とか出ていて、おそらく裏でね配信されてるんですよ、うん、だからなんだろう、この養老ライブのストリームが複数作られちゃっていて、もう前の方に戻れない状態になっちゃっているっていうね問題があります。なのでちょっとね怖い、ここ結構触りがちなんですよね、ここ、こんな感じで、まあ、スイッチングとかしてるとどうしても触っちゃうような場所で、これアプリ一覧みたいなのを出せないんですよ、起動してるアプリ一覧みたいなやつ。多分ねこれ Android ってこう四角マークとか押すと、こう今起動してるアプリみたいなのが出るじゃないですか。でもそれもないし、かといってこのね養老ライブを開くとまたこの画面に行っちゃうんですよね。で戻ることもできずみたいなね状況になってるんですよね。なので結構怖いです。もしかしたらちょっとねいい方法を見つけたかもしれない。なんかねこれ裏でまだ配信しちゃってるから、こうノーサウンドです。モニターの HDMI だから音も入ってないのでノーサウンドとか出ちゃうんですけど、これね、なんだこのドロワー、ここのやつのねサイズをこれで変えれるっぽいけど、これをどう戻るんだ、戻れなくなってしまった。リセット、小ささになるけど、これで戻れない。ああダメか、もう戻れなくなってしまった。何もできない。これができればまだいいんだけどな。ちょっと一回再起動。いやー難しい。これで再起動して設定が反映されてればいいのか。ちっちゃくなった状態で再起動されてれば OK と。もう一回やり直しかな。一応もうね起動時からボンディングできる設定になってるんで、もう二度とボンディングオフにしないよっていう人であればもういいんでしょうけど、このねジナアップダウンロード、もう何回目だろう、3回目ぐらい。1回ダウンロードしたやつが表示されないんですよね。ダウンロード、毎回インストールしてる。何個も何個もインストールされないっすよね。そこは大丈夫だな。まあ、とりあえず、ドロワーホットスポットをオンにします。なんかめっちゃちっちゃくなってるけど、反応しないな。さっきのなんか設定でちょっとちっちゃくなってるけど反応しない。これは反応しなすぎて困るな。いやー、もう一回か。あ、いけた。縦だとできる。あ、そういう話？それだといいな。いけたか。これで。これでさ、こうしてこのアドアカウントメニューまで行くと縦になるから、これでいけたりはせんのかーい。いけないのかー。あ、間違えた。あ、なんか戻ったぞ。なんかここに戻ってこれた。何が起きた、よくわかんないな。ドロワーのポジションは
オンにしとくけど、カラーは赤くしときましょうか。出てる。で、今ここにいますね。反応してるとか、ちっちゃすぎると反応しないのかな。開ける、これか。これで運用すれば養老ボックスを触ってる段階でこれを触ってしまってドロワーが開いてしまうっていう事故は最低限減らせそうです。うん、開かないもんね。これ開けたらかなりの神確率な気がする。で、開きたかった場合はめんどくさいけど、この方法で一旦この縦画面にしてね、ここでピュッてやれば出てきて、スピードフィーを設定できるみたいな方法にすればいいのか。なるほどね。めんどくさい。ちょっとね、やっぱ不安定だな、まだまだ。まああれだからね、公式サポートされてるわけじゃないので、まあ、こんなもんだと思いますけど。しかし優先が来てないし、優先が認識されてない。あ、来た来た。ではこれで確認をして、養老ボックス開いて、今これで配信ってやる感じ。うん、来た来た。こんな感じでね、まあ、配信すればいいっていう感じでしょう。うん、はい、いかがだったでしょうか。ちょっと、長い動画になっちゃったんですけれども、この養老ボックスにスピーディフィーを入れて運用するときは、まあ、自己責任になりますし、結構癖のあるまだ感じなので、本当に自己責任でお願いします。で、まあ、コツとしてはね、このアーロンさんの言ってることに加えて、このなんかドロワーを呼び出すポジションをかなりちっちゃくしておくっていうことが大事だなと思いました。で、まあ、位置もちょっと変えといてね、縦にしないとドロワーを引っ張れないようにしておかないと、まあ、ヨーロボックスでライブ配信中にこうドロワー開いちゃってやばいってことにならずに済みそうですので、その点だけね、ご注意ください。というわけでですね、こんな感じで、ヨーロボックスにスピーディフィーを入れてみた時のレビューを、してみました。この動画ではですね、こんな感じで配信機材とかね、まあ、カメラとかの、まあ、すごく誰が得するのっていうニッチなレビューなんかをやってますので、ビビビッと来た人はですね、高評価と、チャンネル登録ね、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけでね、次の動画でお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。